クラブです。今年もグラバンフェスティバルに参加することができ、とても嬉しく思っています。最後までマクソンサウンド全開で頑張ります。よろしくお願いいたします。ただいまお送りいたしました曲は、スパリメドレーでした。一昔前のヤンキーと、頑張りたいが、夢の頃を十分お気をつけください。それでは気を取り直して次の曲紹介に参りましょう。次の曲はテイク5です。タイトルのテイク5とは5拍子という意味と5分間の休憩をしようという2つの意味を持ち合わせております。皆さんも5分間ちょっとしたおしゃれなブレイクタイムを過ごしてみませんか。それではテイク5、指揮はオーケストラ部のナイチンゲールこと恵子先生です。それではどうぞ。Thank you.
Thank you.
なんだかみんなと衣装が違うような。おや、気づいちゃいましたか。実は次の曲で松尾オケ部の誇るダンスチームスパイシーキャッツがダンスを踊るんです。うわおすごい。じゃあちょっとだけダンスを先に見せてもらうことってできたりしないですかね。じゃあちょっとだけですよ。お、やった。それじゃあドラムズさん手伝ってもらってもいいですか。 OK です。いきますよ。12人もの大人数で踊ると思うと僕ワクワクしてきましたね。もしよければ上竹先輩も一緒に踊ってみませんか。え、いいんですか。じゃあちょっとだけ僕の腕前見せてあげようかな。こうやって回すだけですね。はい、お簡単簡単。余裕余裕。行きましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。僕ね、ダンスと
下手だったら忘れましたよ、すいません。こんなことしてる場合じゃないですよ。いつまでもここで演奏できるわけじゃないんですよ。え、そうなんですか。でも、もっと演奏聴いてたいな。皆さんも聴いてみたいですよね。そんな皆さんにいいお知らせがあります。7月14、15日に千葉県文化会館で定期演奏会を行います。今回演奏しなかった弦楽器も加わり、オーケストラでの演奏もします。ぜひぜひお越しください。それではそろそろ次の曲に行きましょう。ラブポップソウル、指揮は笠井悟先生です。それではどうぞ。
会場の皆さんもさらに熱くなってしまうこと間違いなし。今日はお祭りですからね、最高にエキサイティングなマクソサンドで皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。本日は日差しの強い中、幕張総合高校シンフォニックオーケストラ部の演奏を最後までお聴きくださり本当にありがとうございました。新体制となった今年度も部員一同心も音も皆一つに頑張ってまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。それではディープパープルメドレーどうぞ。
スです、本日出場の皆さんが全員で演奏、さらに場内の方にも演奏していただきます。ちょっとその人数がしっかり位置取りができるように、こちらの指示並びに客席の皆様ちょっとご協力をお願いいたします。